プリンセスリーグ選手紹介 B ブロック、今回は大崎あつねプロです。よろしくお願いします。つるしない。さあプリンセスリーグ、もうなんか強い人ばっかりの中で大崎さんも強いってみんなよく言ってますよ。いやいやいや、本当に私はもう今回はあの本当に挑戦させてもらう気持ちできました。いやいやいや、本当にあのやっぱり自分のできることがちょっといつもよりは少ないなって、その気がつけることも少ないし、どうしても打ってる回数がみんなより減ってしまった分、うん、そういう反射神経とかもやっぱりちょっと鈍いなって自分で感じてるので、ちょっと一個一個丁寧にやろうかなとは思ってます。うん、今どうですか、体調面だったりいろんな変化もねたくさんある中でのこの12半ちゃんになりますけど、うん、このB卓のメンバー見た時どんな印象でした？あ、なんか楽しそうだなと思いました。そうなんだ、うん、楽しそうって思えたのが素晴らしいですね。でも私ずっとやりたかったんですよ、その違う団体の、うん、そのすごい人たちと混合でね、団体の垣根を越えた。そうそうそう、女流リーグ、うん、楽しくない？そうですね、うん、なんか一番きついけど一番楽しいと思ってるのが女流リーグだから、はい、なんかそれを他の団体のそういう同じような A リーグで戦ってるような人たちとできるっていうのはすごい楽しみだなって。このプリンセスリーグのルールやシステムについてはどう考えてますか？どう考え、そうだな、みんな仕事で打ってるようなルールだと思ってて、うんうんうん、赤入りのね、ただオールスターリーグで同じルールで、うん、そうですよね、行った時に、うん、すっごい成績良かった、覚えてます、うん、あのちょっとそのいつも仕事で打ってるルールと同じだけど違うなって思った。どんなところですか？だってオールスターリーグめちゃめちゃ上手な人たちとばっかり打ったから、うんうんうん、魔物 だらけですね、うん、あのやっぱり仕事で打ってる麻雀って1回ごとに結果が出て、うん、それその4人の目指してるものもバラバラで、うんうん、だけどオールスターリーグとか今回のプリンセスリーグっていうのはみんなが目指してるところが一緒だから、うん、ルールは一緒でも人の考えてることがちょっと違うと思っていて、うん、なので自分はその打ってるみんなより打ってる回数が少ない分、うん、そのなんだろう、もうちょっと別の打ってる人が違うからシステムが違うから、うん、ルールが一緒でも違う選択をするっていうところを意識しようかなと思って。具体的にこう分かりやすいその差が出る時ってどんな時ですか？あ、今までのを見ててもやっぱり、うん、みんな我慢強くなるし、うん、流局の数も増えると思う。上がりたいっていう気持ちで集まってる4人ではないから、うん、そうそうそう、だから、まあ、のその中ですごい微差でも自分が点数を持っていられる選択をしなきゃいけないと思ってるし、そんな選択、そのミスから出るそんな選択を減らしたいなとは思ってる。いや本当にしっかり考えてますね。いや今当てずっぽいそうだ、こんなちゃんとつながってるのに今降ってきた、前降りた。では最後に意気込みをお願いします。はい、私今年はリーグ専門球場で、このプリンセスリーグぐらいしかもう対局の場がなくて本当に出られることが嬉しいなと思っているので、一回でも多く打てるように頑張りたいと思います。応援よろしくお願いします。さあということで大崎さんでした。バイ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 。